はい、こんにちは、レトスノーノです。9月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。昨日から学び、今日のために生き、明日に対して希望を持とう。大切なことは疑問を持つのをやめないことだ。これは以前もお伝えしたことがあるアインシュタインの言葉です。昨日の勉強で何を学んだのか、昨日勉強した内容を思い出してみましょう。いくつポイントが思い浮かぶか、またそこから何が課題なのか、もし昨日勉強したことが頭に入っていないのであれば、昨日のような勉強法では合格できないことに気づけたわけです。これで一歩前進です。今の勉強法で合格できるか疑問を持つことで、合格できる勉強法を見つけることができます。単に勉強しているだけでは合格できません。多くの方が単に勉強量を増やしているだけなんですね。これではなかなか合格するのは難しいです。上位 15% に入るために考えながら勉強を進めていきましょう。そうすれば合格できる希望も持てるはずです。今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。複数の筆の他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、行動に至るためその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。他の土地を自由に選んで通行することができる、この部分が誤りです。で、これ筆って読むんですけども、土地を数える単位が筆なんですね。例えば消しゴムとかだったら1個2個って数えますよね。で、土地については1筆2筆とか1筆2筆とか、そういう風に数えます。で、今回の問題は異名地通行権の問題なんですね。異名地っていうのは袋地を囲んでいる土地のことです。袋地っていうのは道路に接していない土地、道路に接していない袋地があって、その周りを囲んでいる土地のことを異名地って言います。そして袋地の所有者は当然にこの囲んでいる周りの土地、異名地を通行する権利があるんですね。これが異名地通行権です。異名地を通行する権利ということですね。で、袋地の所有者の通行方法、これは異名地に最も損害が少ない方法じゃないといけないんですね。つまり今回の問題文は、その土地を囲んでいる他の土地、これが異名地のことですね、これを自由に選んで通行することができる、これは誤りだということですね。正しくは最も損害が少ない方法で通行しなければいけませんということです。で、問いにですね、宅建業者の免許の有効期限は5年で、免許の更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない、ここが誤りです。免許の有効期間5年、これは正しいです。ただ免許の更新っていうのは有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば、200日前とかでもいいことになるんですよ。で、それはダメですよね。例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるから、これもダメですし、また有効期間満了の日の15日前、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと、この間でやってくださいねって話です。で、これだけ覚えるのは、非効率なんですよね。で、個別指導では4つのポイント、お伝えしております。こういった部分ですね、関連ポイントを合わせて勉強すると、これが重要なので、こういった勉強ですね、ぜひ、自ら行っていきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は都道府県知事の検査を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。造成主は宅地造成工事を始める前に知事からまず許可をもらいます。で、その工事が終わったら、工事結果が技術的水準に適合しているかどうか知事の検査を受けます。で、その検査に合格すれば知事から、検査済証がもらえます。で、今回の問題はこの検査の部分ですね。工事が終わったら知事の検査が必要です。なので答えは丸だということですね。この流れ、きっちり、頭に入れておきましょう。流れが重要です。そして現状、あなた自身、こんな悩みありませんでしょうか。過去問では40点以上取れる、8割以上取れる、でも模試では30点も取れない、こういったことで悩んでいないでしょうか。この悩みの原因について解説させていただきたいと思います。まず前提として、
過去問が40点取れるから実力があるっていうわけではないんですね。過去問っていうのはもう何回も復習してるわけです。なので結果的に問題文も覚えちゃったりとか、解説も覚えちゃったり、回答覚えちゃったりするので、40点以上取れるっていうのは当然の話なんですよ。だから点数だけで理解できているかどうかっていうのは判断できないですね。じゃあどこで判断するかっていうと、そもそも日頃の勉強で理解学習をできているかっていうところです。理解学習がちゃんとできていたら過去問も点数取れますし、また模試の方でも点数取れます。なので模試で点数取れないっていうのであれば、おそらく原因として考えられるのは理解学習ができていないってことです。過去問40点以上取れているってことは問題をそれなりに解いてると思うんですよ。例えば過去問10年以上勉強していて、それで40点以上取っている、まあ、そういった方が多いと思うんですよね。ただ一方で理解学習ができていないっていう方がもう非常に多いんですね。で、今回ちょっと理解学習についてちょっと細かく、お話しさせていただきたいと思います。まず理解学習っていうのは大きく分けて、まあ、2つあるんですね。細かく分けたら3つですけれども、1、2、3と3つあるんですけれども、まあ、2つで分けていただければいいと思います。1つ目が問題文、質問内容、これをちゃんと理解すること。これ理解していないとボンミスだったりとか引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。だから実力があったとしても、それが原因で失点してしまえば、その分点数下がっちゃいますよね。だから点数取れないっていう場合があります。で、もう一つが、解説を理解していないっていう点です。で、ちょっと一つ目については個別指導の内容になりますので、ちょっと細かくはお伝えできないんですけども、解説の理解について細かくちょっとお話しさせていただきたいと思います。この ② については、あんた自身が勉強時間を続くっていただければ、自分でもできる内容なんで、こっちを中心にお話しさせていただきます。まず、解説の理解なんですけども、第一ステップとして、切り分けをしなきゃいけないんですね。何を切り分けるかっていうと、理解しなければいけない問題なのか、丸暗記でいい問題なのか、これを切り分けるんですね。丸暗記でいい部分については、これ丸暗記でいいんですよ。例えば語呂合わせを作って、語呂合わせを覚えたりとかすればいいです。一方で、理解すべき部分については、ちゃんと理解しなきゃいけないんですよね。で、この切り分けの仕方なんですけども、一概にこうやってやりましょうっていうのはちょっと言えないんですね。というのも、一問一問異なるからなんですよ。これは過去問を何年もやっていただいて、分析していただいて、あ、これは理解していないと解けない問題なんだなっていうのを見極めていただかなきゃいけないんですね。なので、第一段階としては、切り分けをするために、まあ、分析をしていくってことなんですよ。で、分析をした上で、あ、これは理解しないといけないな、あ、これ丸暗記でいいなっていうのが分かった上で、じゃあ理解すべきものは、じゃあどれくらい理解しなきゃいけないんだろう、どれくらいの深さまで理解しなきゃいけないんだろうっていう点と、また何を理解しなきゃいけないのか、この二つを考えなきゃいけないんですね。で、一つの基準としては、丸暗記で覚えた部分について使おうと思っても使えない。こういった時はちゃんと理解した方がいいです。丸暗記をそのまま使って、あ、これ解けるっていう問題はその丸暗記の内容でいいんですけども、丸暗記したけれども、それ使って、あれ使えないなって言った時はちゃんと理解した方がいいので、まあそういったものを理解すべき対象としていくのがいいと思います。で、理解すべき内容、つまり理解すべきところと、どれくらいの深さまで理解しなきゃいけないのかっていうのが分かった上で、次は調べるって話になってきます。で、調べるについては、宅建の教材で調べても載ってないんですよ。その理解しなければいけない部分まで。だから、自分自身で、例えば専門書だったりとか、専門のサイトだったりとかで調べていくのがいいです。宅建の教材、宅建のサイトには載ってません。なので、専門書だったりとか、専門のホームページ、例えば権利関係だったら、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト、法令上の制限だと、建設業者とか、都道府県とか、国土交通省のサイト、税金関係だったら、国税庁とか、税理士さんのサイト、そういったところで調べながら、勉強を進めていくと、この解説の理解ができるようになってきます。ただ試験までそんなに長い期間はありませんので、その中で自分自身で時間を作ってそこまでやるのは難しい。まあそういった方もいると思います。そういった方については今販売している弊社の予想模試があります。弊社の予想模試では、この切り分けだったりとか調べるとこれやらなくても解説の中に載っているんですね。また問題文の理解が必要な内容については、それについても載せております。なので弊社の予想模試をやっていただくだけで理解学習が必然とできるっていうことなんですね。勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい。っていう方はぜひ弊社の予想模試ご利用いただければと思います。弊社の予想模試は15日あれば復習まで3回分行っていただけますので、まだ実力を上げることは可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。